佐野市に本社を置く石灰関連製品の製造販売メーカー吉沢石灰工業など4社がこのほど製品の製造過程で出る複製生物や工場の排ガスを利用してコンクリートの強度を高められるカルシウムの化合物を作る技術を開発したと発表しました吉沢石灰工業と大阪府にある企業3社は 溶接などに使うガスの製造過程で発生する物質と吉沢石灰工業が石灰製品を作る際に発生する排ガスに含まれる二酸化炭素を反応させることでカーバイド・ K カルと呼ばれる軽質炭酸カルシウムを製造する技術を開発しました軽質炭酸カルシウムはコンクリートの強度を高めるために使われるもので 一般的な製造方法ではそのための石灰を採掘する必要があるうえ二酸化炭素も排出されますそれに対して今回開発された技術は新たな資源を使うことがなく工場の排ガスを利用することから二酸化炭素の削減にもつながります。環境に配慮した技術で 現時点では吉沢石灰工業の工場の排ガスに含まれる二酸化炭素の70%を削減できる見込みだということです。四社は2027年度に商用生産を始められるよう技術開発を進めていく方針です。こういったものがまあ、えー、使えるなとまあいうところが分かればですね。 まあよりまあ大きな広がりになりますし、まあ、それによってです、ねえー、吸収される CO2 の量もまあ増えていくことになりますので,です、ね、まあ、世の中の、えーまあ、地球全体の脱炭素にちょっとでもです、ねまあ、貢献できるのかなと、まあ、いうことになればまあ幸いかなといううに思ってます。